ゆうしさん、ゆうしさんお願いします。ハルトさん、ハルトさんお願いします。回しすぎ、ちょっと回しすぎちゃったかな。一日内勤さんとしてやらせてもらうって感じです。やばいやばいやばい、どうしようか。人がいないんだよね。ファイヤー、誰がおるんや、あと誰がおるんかな。リーン、リーン、それやるよ。あれ全員。おはようございます。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入部元できました。ありがとうございます。入部元できました。ありがとうございます。お客様にお願いいたします。お客様にお願いいたします。お願い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 します。つけましやるんやけど、ここからの目線見ることで、まあ、自分自身 の学びもあるやろうし、お店にとっても自分にとっても何が足りないのかっていうものも見たいしで、まあ、今日は完全にあのつけましとしてみんなをあの動かすけん。ケイティパーティー、ケイティパーティー、パーティーだ、ケイティパーティー、ケイティパーティー、泣くな泣くな。あ、どうも失礼します。あ、初めまして、どうもどうも。これはこれは、お待たせしました、2名様どうぞ。ちょっと申し訳ないんですが、お席の都合でメインフロアとの条件にビップフロアの方にご移動いただきたいんですが、よろしいですか。ご移動さん、でもあの裏方上も全部内勤さんで、あ、お酒飲まないよみたいな、テレビとかつかないけど、全部店のことを全部コントロールして、どこに誰を配席するとか、こう全部考えてるのが、やべえな、ちょ緊張しますね。いやいや、するマジで。いや、理由としてはいくつかあるんですけど、まあ、もし僕がその出店とかもしある時にやっぱり経験しといた方が、その内勤さんとの仕事もするわけじゃないですか。そしたら僕が内勤さんの仕事の内容も知らないのに、指示も出せないし、怒ることもできないし、褒めることもできないってなったら、できた方がいいんで、いろんな角度から営業中の部分を見るために、今日は一日内勤さんとしてやらせてもらうって感じですね。だって今日これがなかったら本当に休みっす。はい、休日返上っす。今日あのお給料ゼロっす、ガチゼロっす。まあ、今日はあのもう初回のみやけんさ、もうほんと3日分ぐらいの初回をさ1日でさつけたりとか、まあそういうメリットがあるのが初回でやけん。ちなみに何してます、休みの日は。そのライブとかってある。一発目、あそこ。おはようございます。終わりの速度だな。本気でやるなら、まあ、1000年間かな。なるほど。で、ちょっと年齢近いとか、その、とか、まあ年下から行かないとか。ああ、なるほど、なるほど、なるほどな。ちなみに俺もこの間そこで2人組一発目について送りやったけん、はい、うん、一発目全然関係ねえから、うん、実力あるやつは一発目取れちゃうから、お前いけるから頑張れ。はい、一番最初の回転ってプレイヤー嫌がるんですよ。
うん、まあそうですよね、確かに完全に温まる前、はいはい、特にホストクラブはあんま来ないお客様とかだと、うん、わーっていう状態で、うん、まあそうですよね、一発目なんでちょっと嫌がるんですよ、うん、なんで1回転目を散らしてあげるんです、逆に最初の方やとショートの時間でもう空気もう自分の存在感作ってで呼ばれて1分ぐらいで LINE 聞くとかがいいと思う、はい、俺やったらそうする、カリン、はい、あの R2 コヤミンが行ったら行くけん、5分着いてから5分ぐらい、はい、準備しとく、はい、この後カリンが行ってでその後行こう、3番目、はい、1人5分でしたっけ、5分、目安ですか、なんで4分ぐらいで声聞けないと5分の想定通りないから、なるほど、なるほど、はじめまして、ゆうしです、なあ、もう上がったもん、シーラス、小屋さんお願いします、で、カリン、あ、オッケー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 、有志、有志、有志、50分ぐらい、まだまだ大丈夫、50分、50分スタートぐらい、4番手、はい、カリンさん、カリンさんお願いします、ちょっと早いか、回しすぎ？ちょっと回しすぎちゃったかな。まあいっか。ちょっと。まあ見てみます。いけるいけるいける。いや回しすぎちゃった。ぶっちゃけそのさ、ショートでも絶対つきたいのと、もうつくならんしっかり5、6分ちゃんとつきたいですから、まあ、どっちなら。あ、オッケー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 。俺もそうや。の方がいいやんな、一発でもな、わかる、母数が多い方がいいな、確かに、OK、なるべく1個でもつけれる、つけて、ピシッと、ダッチゴ、ピシッと、ピシッと、てか、シャツ入れ、絶対入れてた方がいいよ、出してん、ダルーンと見えるけん、入れといた方がピシッとなる、ネックレス買えばいいね、ネックレスとかも、写真者ありがとうございますって、ちゃんと言うんで。もったいないけん、せっかく可能性高いんだから写真集は、まあ、少しだけ、でも結局そこからお前が差し切れないと意味ないから、笑顔写真集ありがとうございますって呼んでくれてありがとうございますって、そう3分ぐらいで抜くけん、3、4分で一回声かけるけん、しかも何がやべえってさ、マジでオープンしてからさ終わるまでこれ多分休憩ないんだねやばいこれやべえな、思った、あ、今、あ、LINE とかも返せないんだって思ったもん今、ね、ちょっとさ俺多分携帯さ触れんけどさ、ちょっとさあのストーリーとかにさ俺メンションしてあげといてくれん、ちょこちょこちょこあのやってますって、携帯触れないらしいですって、それリポストしてるから、なるほど、15分ぐらい動けない、あ、なるほどなるほど、部屋面もあるなるほどなるほど、今から部屋面、はいはいはい、OK、 じゃあまあ8時ぐらいまではもうあいつはいないと思ってていいですか、はい、 OK です OK です、あ、なるほど、そこで言えば、はい、そこからハーミオ、あ、なるほど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 、あのうざいっすね、自由ね、まさとは今ハーミオがいてたんで、あ、なるほどなるほど、うわー売れっ子だるいな、売れっ子うぜえな、今そこ今何が一番大事、とりあえずみんなが動いてくれてるんで、多分お酒入ってきたりすると動き悪くなるんですよ、そこが怖いですね、なんでかって言ったら自分も動きいい方じゃないんで、てか売れっ子ってみんな悪いんですよ多分、はい良くないんですけどね、もうすでに5万とあるっす、やばい、まあ、明日から本当に違う人間なんですよ、気を改めてます今マジで、川崎さん的に、はい、これが一番大切だったよね、お客様の笑顔ですよ、真面目、真面目だ全員のわがままは聞けないんで、それをまあどこまで聞いてあげるかというか、単純に売り上げが上がらないと給料稼げないんで、
わがままはそれは言うと思うんです。全員がこうしたいよ、全部が全部あのやってはあげれないよっていうのがあるんで、そこの調整ですか。ユウシさん、ユウシさんお願いします。ハルトさん、ハルトさんお願いします。カリンさん、カリンさんお願いします。小屋さん、小屋さんお願いします。あ、違うわ、ごめんなさい。ユウシさん、ユウシさんお願いします。すいません、名前間違えました。名前間違えしました。やばい、なんてミスをしてしまったんだ俺は。すいません、やばい、変な取れ高作っちゃいました今。マジミスったやばいやばいやばい、オンリーにさせちゃってます。やべえ、どうしようか。人がいないんだよね。タイヤー、あ、誰がおるんや、あ、誰がおるんかな。リーン、リーン、人数も足りてないし、ここも、ま、間違いなく全あの各1万入ってるんで、初回が。